どうもナオチンです。さあ今日もポケモンアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日は最強ポケモンランキングやっていきたいと思います。ちなみに伝説幻は禁止でいきたいと思います。それでは行ってみましょう。現在のプレイ時間92時間24分レベル100のポケモンを40体ほど持ってます。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは第5位からいきましょう。第5位は攻撃室です。攻撃以外のステータスが高め、そして地面無効があるのでかなりしぶとくなってます。そして特攻が高いので火力もかなりあります。第5位は攻撃室です。それでは第4位いきましょう。第4位は2体います。まずギャラドスです。とにかく攻撃が高いのでガンガン攻めていくことができます。そして水飛行タイプ、弱点が少ないのでいいですよね。そして第4位もう1体ポリゴン Z ですね。特攻が最高に高いので破壊光線の破壊力がとんでもないです。ただ耐久がちょっと低いんだよね。続いて第3位いきましょう。第3位も2体います。まずサーナイトですね。特攻特防が高くって火力も耐久力もあります。ドラゴン無効っていうところもいいですよね。そして第3位もう1体ヌメルボンですね。とにかく硬い、そして火力も高い、しかし素早さが低いというちょっと残念なキャラクターですね。素早さがもう少し高ければ1位2位も狙えたんじゃないですか。でも十分に強いです。第3位ヌメルボン。続いて第2位です。第2位はガチグマですね。このタイプは今まではカビゴン使ってたんですけども、今回からガチグマに変えました。とにかくぶちかましが最高に強いです。一度使ってみてください。それでは第1位いきましょう。第1位はガブリアスです。ガブリアス好きな人多いと思います。俺も大好きです。とにかくステータスが高い、高すぎる、めちゃくちゃ強いよね。そしてレベル85が簡単に入手できるっていうのもいいですよね。第1位間違いなくガブリアスです。はい、ということで今日は最強ポケモンランキングやってみました。皆さんの予想は当たりましたかね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。